人が歩く道、近道もあれば遠回りすることもある。青山テルマ、ワンウェイ。Break it down! フェイトと青山テルマでお送りしています。Yeah! I can't wait to buy it.Yeah. Yeah. Yeah. いや、いい曲だよね。元気になるよね。聞いてて。ありがとう。嬉しい。私の歌っていう道を選んで、こけた時代だったり、ぶつかった時代だったり、やめたいと思った時代だったり、その一つ一つ絶対無駄じゃないな。一人一人が進むワンウェイ、青山テルマが歩いた一本の道をたどります。それはメジャーデビューへの道筋。ここが Put your hands up みたいな英語にして、あ、そういう感じ、はい、そっち、そういう方が、で、このパーリー言うまでが日本語だったら、あ、そうだね、ラップ、タンタラカンタラパー。彼女を初めて流派のカメラが捉えたのは去年の秋、 DS-4W5 とのレコーディングで見せたボーカルセンスと物怖じしないハート。思ってた以上に本当にうまいし、で、なんか度胸があるっていうのかな。今からが楽しみなアーティストだと思います。天才肌の R&B シンガー青山テルマ、日本生まれ LA 育ち19歳。フィーチャリングオファーが今も殺到する中、9月5日メジャーデビュー。デビュー前から果たしていた数々のアーティストとの共演。何でもやりたがり屋だからいいと思う。なんか私はこうとか、そうやって人の意見も聞くし、逆にこうやってみようって言うと、ああやってみようぜみたいになったり、ノリがいいから。単純に声がすごい綺麗、どの誰でも聞けばわかるよ。、うん、ピュアで素直な歌声、積極的な活動でシーンにその名前が浸透する。歌との出会いは3歳の時、ジャネット・ジャクソンの PV だったという。青山テルマの原点、原動力とは。青山テルマのワンウェイは歌とともに。10歳、ゴスペルに出会う。歌は人の心を震わせるものだと知った。すごいね、音楽の良さが一つに詰まってるっていうのがテルマにとってゴスペルで、やっぱりそのみんなで作る音楽っていうのは一番素晴らしいものであって、 Oh happy day って言ってありながら、 Oh happy day, Oh happy day, Oh happy day when Jesus was。なんか上手くなろうとかじゃなくて、単純にもう素直に歌いたいって。ゴスペルは歌声が調和して一つの音楽を作り出す。それはフィーチャリングという共同作業に通じている。彼女は常に歌と共に歩む。First, my first impression, she has a big voice for such a little thing. She's a little chicken wing. すごい声量がものすごくあるのに、すごい小柄な子なんだけど、すごい声量があるな。It's okay, we love it. I'm gonna shine high! 全部学んできたことを絶対忘れたくないから、それを武器にしてもっと強いシンガーになりたいし、やっぱりすごいオリジナリティあふれるシンガーになりたいし。全国的にテルマの名前がささやかれ始める。今年春、沖縄のイベントに参加、同時ティーラー、ベテランと同じステージに立った。かなりね、ちょっと貫禄のある感じを堂々としてました、ね、堂々として本当にもう出来上がってると思うんだよね。
感じで、ね、間近じゃねえみたいな、ボーダレスな感じで、ジャンルレスの幅広い層にすごい支持されるんじゃないかなと思うけどね、うん、さらに各地で経験値を上げ知名度も上げていく。この夏のキラーチューンで再び DS ポーダブル5と共演、どこか風格さえ感じさせつつテルマらしさを存分にアピール。ハングリーなんだと思う。その音楽に対してすごくなんかももっともっとっていう新しいことをしたいし、もっと自分に何ができるんだろうっていうことを常に持っていて、これが俺の客だ。時に厳しくアーティストをジャッジする、そんな横浜のファンにも温かく迎えられた。それでは私のカップリングソングを聴いてください。アイマテルマでグッドタイム。ミリアといえば夏はこの曲でしょっていう曲を流したいと思います。加藤ミリアで Last Summer。 いつか二人が大人になったら、音楽への無条件の愛情、時に何かにぶつかり止まりかけたこともあったというが、やはり続いていた One Way。その一つの道には絶対意味があるんだ。無駄なことは、無駄なことなんて一つもない。まあテルマがワンウェイのシングルに込めた一つのメッセージであったり。So check out her message, One Way, 青山テルマ。メジャーデビューが目前に控えた夏、テルマは再び沖縄の地に立ちました。自らの One Way とともに。そこで彼女は大切な大切な人と再会したのです。それはこの番組はドワンゴとご覧のスポンサーの提供でお送りします。青山テルマが夢の途上で出会った人、愛。8年前テルマが受けたオーディションで彼女の歌声を聞いて以来、温かく見守り続けてくれたのです。初めてのソロの曲を歌ってて、その時本当に緊張してちびっちゃったんだけど、別にそれはいいんだけど、そのオーディションが終わって愛ちゃんが「あんたやばいわよ」みたいな、まあ、いつもの感じでナンパされて、そこからずっと連絡を取ってる感じですね。あんたもっと歌いなさい、もっともっと歌いなさいって、なんかすごいいい意味ですごいプッシュされて、本当に歌いたいって本当に本当にもっと思わせてくれた。テルマングス最高ですよ。うわっなんだよもうね、見てれば分かると思いますけど、本当にこいつから目を離さない方がいいです。いや歌も半端ないよ。もうちっちゃい時とか、ちっちゃい時からうまかったんだからこいつ、もうそれがもうやばいと思ったから、私震え上がりましたから。テルマは愛が成功していくのを間近で見続けた。歌が二人を結びつけた。歌が二人の心を通わせた。まあちょっとなんかね、大人っぽくなっちゃったみたいだけど、まあね、中身は全然変わってないようなので最高です。幼い時から自宅の机の上で歌っていた。
止まらずまっすぐ歩いてきた。無駄なものはない。どんな道でも進めばいい。着実に前へ。青山テルマ One Way。 One Way ともう一曲ちょっと R&B なメロウチューンも聴けるんだけど、これからのテルマは多分いろんな表情を見せてくれると思うので、あの本当にね、この声 Her Voice に要注目です。マジで感じて One Way リュハアール。